今日は麻布十番に来ています。麻布十番はほとんど来ないので、今日どんな発見があるのか楽しみです。それでは早速行ってきたいと思います。レッツゴー。から吹いて助けてくれたんですって。すごいね、とても大事なカエルみたい。せっかくなのでお守りも買っていきたいと思います。いろいろある、なんかいろいろ学業とか交通安全とかあるんですけど、カエルお守りっていうのがあって、ちょっと多分ここの神社の有名なお守りだと思うので、これにします。カエルお守りお願いします。はい、ありがとう。見て、カエルが描かれてますよ。かわいい。開運、旅行安全です。ここは商店街なんですね。なんか歴史のあるお店だったり、新しそうなのとかもあって、いろんなお店がありそうなので、ちょっと行ってみたいと思います。こんなところあるんですね、商店街。チーズケーキとかもあります。モンブランとか、人形焼きとか、なんか歴史のあるお店がたくさんありますね。ここもだ。和菓子が多いのかな。豆源さん本店だそうなので、ちょっと行っていきたいと思います。
カーマネとかチーズナッツ、でキャラメルマカダミア、美味しい。すごいモッツァレラアーモンドってなんか珍しいのがありますね。じゃん、買ってきました。2種類買いました。早速開けます。で、なんか見てください、パッケージが可愛いんです。まずなんか甘いのとしょっぱいの1個ずつ買って、しょっぱいのがじゃん、モッツァレラアーモンド味です。そしてキャラメルマカダミア味です。ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。うん、おいしい。うん、おいしいです。なんかモッツァレラチーズの味がするでも、なんだろう、ザ・チーズっていうよりはちょっとしょっぱくて塩味があって、ちょっとおつまみとかで食べたいのかな、大人の人は。めちゃめちゃ美味しいです。続いてこちらに行きたいと思います。そうね、このね、ちょっとした優しさ、食べた後に開けたら閉めるの大変じゃないですか。これがついてるんです、1個ずつ。優しい。キャラメルマカダミア、いただきます。おいしい。甘い。なんかどんどん噛むと甘いのがどん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 出てきて、さっきのモッツァレラと豆っていうんですか、種類が違う気がする。なんか食感が全然違います。うちの方がザ・お菓子って感じです。いろんな種類があるので、皆さんもなんかたくさん買って食べ比べしてみてください。お、なんかたい焼きのお店がある。ちょっと行ってみたいと思います。たい焼き買ってきました。いい匂いがするんです、とっても。ちょっと早速一口食べていきます。え、熱いかな。え、頭からと尻尾からどっちから食べますか私は頭から食べます。いただきます。うん、おいしい。あ、熱い熱い。うん、おいしいです。あんが甘くて、でも外の皮がちょっとパリパリなんです。私、柔らかいのしか食べたことないんですけど、皮がパリパリでおいしいです。あったかい。こちらのたい焼きのお店は明治42年1909年から続いてるお店だそうで、100年以上も続いてるお店なんですって。伝統あるたい焼き屋さんです。それ美味しいわけだ。
で、ここにカレーパン屋さんがあるんですけど、小麦の禁断症状っていうお店らしくて、ちょっとお店の名前も変わってるし、何よりここに出てる当店人気のカレーパンが美味しそうなので、ちょっとゲットしに行きたいと思います。珍しい、もちもちした生地で、結構人気の商品です。おすすめ商品です。じゃあ、もちもちチーズのカレーパンです。はい、ありがとうございます。はい、ここに、このカレーパン、賞味期限30分以内って書いてあるので、ちょっと早速いただきたいと思います。もちもちチーズのカレーパン、いただきます。え、もちもちです。パンの生地が、なんかちょっと甘いかもしれない。おいしい。おいしいです。中のチーズとカレーが、なんかパンが甘いんですけど、これもそんなに辛くなくてちょうどいい。めちゃめちゃ合ってます。美味しい。これ30個くらいいけそう。今日は麻布十番を散歩しました。私はあんまり麻布十番に来ないので、新しいお店だったりたくさん食べ歩きもできて大満足です。次は家族だったり友達と一緒に来て、私が案内したいと思います。それじゃあまたねー。